どんな人にもシャドウがいるし、シャドウにはそのサニーサイドの人間がいる、うん、でそれ必ずそこに落ちるのがいわゆるこれはラカンの理論ともつながっていて、必ずそこに落ちるのが妄想、あの妄想症やと、パラノイアは、うん、だから彼がやっぱりヒノキ舞台、彼が精神科医としてのアイデンティティを確立したのはまさにこのシャドウ理論ですからね。シャドウとは使いませんよ彼は、はいはい、ある妄想症、つまりパラノイアの患者が、あの人生を奪われた奪われたって言うんですね。それはそのフランスでも有名な女優さんで、彼女に私の人生を奪われた、その例え話じゃないんですよ。例え話ができないっていうのがある種統合失調症のその昔妄想症の一つの、あの重要な言語学的な要素ですよね。これ面白いでしょ。例え話ができなくなるっていうのって症状だけど、同時にそれは才能なんですよ。そこに行けないでしょ普通。あ、例え話ですよね、シャレですよね、そうじゃないんですよ。だからもう死にそうって言ったら、あ、この人殺されるんやって思ってしまう、これ妄想でしょ、うん、でもその言葉通りを取ってるわけじゃないですか、うん、だから そういうところですごい話があるんですけど、ラカンにはこの話を僕があのすごいもう臨床でも自律神経失調に実はなってね、もう20年前ですよ、うん、43、44歳ぐらいの頃、うん、あの激しすぎる臨床を自分にしてはですよやってて、それでもうボロボロになって、夜寝ると2月ですよ、2月に汗びっしょりかいて2回 T シャツ着替えるんですよ。おかしいでしょ。ほんでバリに行った時にひたすら、あの新宮先生の、今でも覚えてますよ、あの講談社新書エメチエの分厚いあのラカンの精神分析っていう本をひたすら読むんですよ僕。でその中で、ラカンのそのパラノイアの患者さんをとずっと治療してる最中の論文をの解説をずっと慎吾先生が書いておられて、それを読み切った時にパーッと抜けたんですよ。ああ俺はこうだったんだっていうことが分かるという、まあ名越みたいな地味な人生なのに劇的な瞬間が、あったんですけどね。それはシャドウ、今日、まあ、シャドウの話、そのシャドウ理論と直結してる話ですね。妄想とは何かっていうと、例え話が聞かなくなる、例え話が聞かなくなるというと機能不全と僕たちは感じますよね。つまり例え話ができなくなるっていうことやから、要するに障害されてるっていうことでしょ。でも一方で例え話が聞かなくなるということはある才能なんですよ。本当の意味でそれを真に受けた中に入っていくっていうんです。そして夢というのはある意味統合失調ですよね。だって本当にそれが出てくるんやん。その例え話じゃなくて本当に竜が出てきたり蛇が出てくる。僕はちょうど1年前に夢を見ましてね。でその時にあの眼鏡2つ、その時は一番お気に入りの眼鏡があって、1つの眼鏡を、しかもそのね、眼鏡をその時にが消失するっていうのも象徴的でしょ。それで実家で母親の実家で僕は1つ自分の部屋があって、そこでベッドに寝たんです。そのベッドもこれもよく考えたら象徴的で、もともと僕がクリニックを開業していた時に、クリニックで点滴をしたりする時に使っていた医療用ベッドなんですよ。だから高いの、うん、いわゆる入院患者さん用のベッド、うん、だから下に物が入れれるからそれに寝てたんです。ちょっと高いんですよ、7、80センチある。つまり言うたらね、まあ、昔のことやから、そういうベッド、つまり患者さんのお腹を触ったり聴診するのにしやすいようにちょっと高く作られてるという、うん、医者目線で作られちゃって、でそれに寝てた時にもう本当に凄まじくリアルな夢を見て、久しぶりですよ僕ね、あの人生が転換してしまう時に必ずそういう夢を見るんですけど、その時はね、真っ白いアナコンダです。白のアナコンダ6メートルぐらいあるような、それがねこっち側で僕が座ってるとシャーッとこう近づいてくるんです。わかります、30メートル、2、30メートル
あるから6メートルですよ。食われますやん。食われると、少なくとも一部かじり取られると、まあ飲まれるっていう感じがしました。頭の大きさまで分かるんですよ。これぐらいの頭の大きさで、こんな顎開いたらこんだけ開きますよ。こんなぐらいの穴こんだで、ほんでしかもね、20〜30メートルまで、20メートルぐらい向こうなのに、鱗の一つ一つまで見えたんですよ。夢でですよ。頭が白だけど、胴体は白やけど頭は半透明。わかるでしょ、このどう言ったらいいんかな、あのちょっと水晶がかったような、 白いちょっと不透明な水晶がかったような感じで、目が白で、もう完璧な蛇の頭が本当にスーパーリアルです。普通のリアルよりもっとスーパーに見えてるんですよ。だから脳が活性化しちゃってるのね、危機感で見ようとしてるんですよね。ピューッと来て、ああもうこれは、ほんでもう逃げようとするんだけど、逃げようとしたらふっと追いかけてくる。向こうはもうものすごい長いんですから、もしかしたら感覚的には10メートルぐらいあったかもしれませんよね。でこっちにやったら、おお、鎌組が逃げられへんと。ということは、逃げつつそれを左手でバーンと払って向こうへ走るしかないと。でないと俺は殺され、食われると。殺されると食われるとまた感覚違いますね。そうか、俺は食われるんやっていう感覚って、僕ね、生まれて初めてその夢の中で経験したの。それで来た瞬間に左手をバーンと思ってやったら、夢で転げ落ちたんですよ、ベッドから。その70〜80センチあるベッドから。その時に横にこんな丸い黄色の木の縁台で、そこの上に目覚ましとか置いてて、そこに重くしガーンとこぶつけて、こんな腫れ上がったというその、まあ、夢を見たんですけどね。もうやっぱりそういうのありましたね。だからそれは何かの象徴なんだけど、つまり象徴として、まあ、例え話なんだけど、例え話じゃなくてその物語の中に入り込んでしまうっていうのは夢でしょ、うん、つまり夢を見てる人はみんな統合失調症、ある意味その精神分析的に見たですよ、脳の機能障害として見た統合失調症じゃなくて、精神分析的には統合失調なんですよね。つまり例え話の中に入っても、例え話じゃなくてその話そのものの中に入って経験するということですね。ちょっと難しい話になりましたけど、例え話ができることによって人間は正気を保っているが、例え話とは薄皮一枚であるという。そうです、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 そうです。あの戦士と、それから始皇帝はシャドウ同士ですよね。ほんでその彼もシャドウがいたんですよね、自分の幼なじみ。それはすぐ死ぬんですよ。すぐ死ぬのが、あの始皇帝と全く同じ顔をした。そうです、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 そうです。だからあれはすごい話ですよ。つまり三段仕込みになってるんですよね。あ、やっぱりまた読まなかな、読みたくなってきた再び。名越やすみに TV シークレットとよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの今日実はやりたいな。外れた街のダウンタウン、混み出す街にレイダウン、車の唸りが響けば